ねえマリサ、蜂の巣を破壊してる鳥を見たのよ。ああ、それはハチクマだな。ハチクマ？クマじゃなしに鳥よ。だからハチクマっていう名前の鳥なんだぜ。ええ、ずいぶん変わった名前ね。蜂蜜を食べるクマみたいだからハチクマって名前がついたの？名前の由来は蜂を食べるタカ、ハチクマがクマタカに似てることから名付けられたんだぜ。ハチクマがどんな鳥なのか気になるわ。詳しく教えてちょうだい。わかったぜ。じゃあ今回は蜂の巣を襲うタカ、ハチクマを紹介しよう。それじゃあゆっくりしていってね。ハチクマは、タカ科に属する鳥より一回り小さな猛禽類。日本では主に春から秋にかけて見ることができる渡り鳥で、夏に日本に飛来して子育てを行う夏鳥だ。渡り鳥なんだね。じゃあ日本にはどこからやってくるの？ハチクマは冬の間は東南アジア、特にインドネシアやフィリピンなどの暖かい地域で過ごし、春になると日本やロシア、中国北部などの繁殖地に向かって大移動を始める。そんなに遠くからやってくるんだ、すごい旅路だね。ああ、彼らの目的は繁殖だからな。日本ではどんな暮らしをしてるの？日本では主に本州から九州にかけての森林地帯で巣を作り子育てを行う。ハチクマは日本の広葉樹林や針葉樹林など、木々が豊富な森林地帯を好んで住みかにするんだ。巣は高い木の上に枝や葉を使って作られ、そこに産卵して子育てをする。前年に作った巣や、他の猛禽類が作った古い巣を再利用する場合も多く、その上に毎年新しい巣材を補充していくため、サイズは直径2メートルほどになることもあるんだぜ。めちゃめちゃでかい巣になるのね。他にはどんな特徴があるの？ハチクマの特徴は外見が1羽ずつ異なる点だな。お腹が黒っぽい暗色型、お腹が白い単色型、茶色の標準型に分けられ、個体ごとに色の濃淡まで違うんだぜ。へえ、いろんなタイプがいるのね。そして雌雄の判別も簡単にできる。え、一羽ずつ見た目が違うのに？ハチクマは目を見れば簡単に見分けられるんだ。オスの瞳は黒、暗褐色で、メスは金色なんだぜ。へえ、そんな特徴があったのね。まあ最大の特徴はハチの巣を襲うことだがな。ハチの巣を襲ってハチを食べるって言ったけどハチしか食べないの？ハチクマはハチだけを食べているのではなく、ハチが営巣する6月から9月以外はカエルやヘビ、鳥のヒナなどを食べている。ハチだけを食べてるわけじゃないのね。ハチが営巣し始めると巣を襲うみたいだけどハチの種類に好みはあるの？ハチの中でもスズメバチが好物なんだぜ。スズメバチの巣を襲うなんて勇敢なのね。ハチクマがハチの巣を襲う理由は単に勇敢だからってわけじゃないんだ。スズメバチの幼虫やサナギは非常に栄養価が高く、成長期や子育て中のハチクマにとっては絶好の食料源だからなんだぜ。なるほど、子供のためにハチの巣を襲うのね。でも、ハチの攻撃にはどう対処しているの？ハチクマは特別な防御機構を持っているんだ。例えば顔の周りには短い羽毛が密集していて、まるで鎧のようにハチの毒針を跳ね返す。体全体も他のタカに比べて硬い羽毛で覆われていて、ハチの攻撃をかなり防ぐことができる。と入っても全く刺されないということはないんだぜ。なるほど。簡単には刺されないようになっているのね。でもそれだけじゃハチの巣を容易に襲えないんじゃない？ハチクマはとても慎重な性格で、ハチの巣を襲う際にはまず周囲をよく観察し、ハチたちの様子を見極めるんだ。事前にリサーチしてるわけね。なんだかハチクマって本当に戦略家みたい。ああ、そうなんだ。それに加えてハチクマは他のハチクマと協力して巣を襲うこともあるんだ。集団で行動することでハチの巣を効率よく攻略することができるんだぜ。仲間と協力して攻撃するなんて本当に賢い鳥なのね。そうなんだ。猛禽類の中で協力して狩りをするのはハチクマだけなんだぜ。タカやワシは食料を独占しようとする傾向が強いんだが、ハチクマはあまり同士間での争いをしないんだぜ。仲間とどうやってハチの巣を襲っているのかしら？ではハチクマが仲間とスズメバチの巣を襲う時の様子を紹介しよう。これは NHK のダーウィンが来たで、台湾のツマアカスズメバチを仲間と狩りをする時のことだ。え、ツマアカスズメバチって確か凶暴なスズメバチだったわよね？ああ、ツマアカスズメバチは東南アジアから中国南部、台湾に生息する体長2センチメートルほどの小型のスズメバチだが、刺激を加えるものに対して執拗に攻撃する執念深さを持っており、巣に近づいただけで攻撃態勢になることも珍しくなく、攻撃性自体はかなり高いハチなんだ。
しかも巣の大きさは70センチメートルほどにもなり、中には数千匹の働き蜂がいてとても危険なんだぜ。その凶暴な蜂にどう立ち向かうのかしら？蜂クマは巨大な木造の巣を決めるとわざとスズメバチに見つかり追われるんだ。その1ヶ月後、たくさんの仲間で巨大な巣を取り囲む。すると何かの合図のように1羽の蜂クマが小さな声を上げ始めると、他の蜂クマたちも同じように鳴き始めるんだ。鳴き声でコミュニケーションをとっているのね。お互いに鳴き交わすと1羽の蜂クマが巣に飛び移る。当然、スズメバチの一斉攻撃を受けることになり、この蜂クマは撤退する。その数日後、別の蜂クマが巣に飛び移るが、蜂の反撃を受け撤退。全然ダメじゃないの。そうだな。2回攻撃を仕掛けて失敗しているからな。ところが次に蜂クマが攻撃を仕掛けるとなぜか蜂が襲ってこないんだ。どうして？確かなことはわかってないんだが、これは蜂クマが体から、何らかの物質を放出しているのではないかと考えられている。スズメバチ研究の玉川大学農学部、小野正人教授は、通常であれば反撃は続けられるはずです。そのことを考えると、ハチクマの体臭成分の中にスズメバチの反撃を抑えるような機能を持つ物質が含まれると考えると、うまく説明がつくのではないでしょうか。と話している。ハチの攻撃性を奪うフェロモン、もしくは嫌がる匂いを体から出しているということ？そういうことだぜ。ハチクマは何度か巣に接触するたびに、その匂い物質を放出しその場に残して飛び去りる。その物質にはスズメバチの攻撃性を失わせる効果があり、やがてハチクマはスズメバチの攻撃対象ではなくなるという仮説なんだ。なるほど。2回襲撃に失敗したのもわざとだったわけね。そういうことだぜ。こうしてスズメバチから攻撃されなくなったハチクマは、1羽がハチの巣に穴を開けると次々にやってきて、巣に飛び蹴りをして穴を広げ、くちばしで巣を崩していくんだ。当然巣の中からは無数のスズメバチが出てくるんだが、ハチクマたちは攻撃されない。こうして巨大なツマアカスズメバチの巣は崩壊した。すると他のハチクマたちも飛来し中の幼虫は食べ放題。先ほども話した通り、ハチクマは食料を独占しないから争いも起きない。なんて頭のいい鳥なのかしら。1ヶ月も前からリサーチして仲間と協力し目標を達成するなんて尊敬に値するわ。ああ、我々も見習わないといけないな。今日はハチクマの驚きの習性についてたくさんのことを教えてもらったけど、まだまだ謎が多い鳥ね。そうだな。ハチクマはその独特な生態や行動から多くの研究者や自然愛好家たちにとっても興味深い存在なんだ。ということで今回の解説は以上だぜ。知ってることとかあったらコメントで教えてもらえると嬉しいわ。それじゃあ今日はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。